予算を抑えたい人必見です。試し引き。こんにちは、山口和恵です。今日もギターライフが少しでも豊かになるよう情報を発信していきます。ぜひ良きサウンドを追求するギター人の皆さんはチャンネル登録よろしくお願いします。皆さん、演奏中のモニター環境に悩まされたことはありませんか？学校の文化祭、レッスンの発表会、ストリートライブ、ちょっとしたパーティー演奏、演奏の機会はたくさんありますが、ミキサーさん、ステージモニターさん、PA さんなどがいるガチプロの現場でない限り、モニター環境には妥協がつきものです。100% 満足できる環境なんて全くと言っていいほどないです。まあ、せいぜい 60% ほど満足できたらいい方。でも、1万円台の出費で9割ぐらい満足できるモニター環境や、本番と同じ練習環境、安心感によるリラックスした演奏などが手に入るとしたらどうですか？欲しいですよね。そこでこちら、ドン！ヒマファンの 2.4GB ワイヤレスインイヤーモニターです。こんなケースに入ってます。いいですよね。とりあえず開けますか。バカ。はい、中はこんな感じですね。本体がフォーム製のケースにしっかり収まって、こちらいろいろと付属品が入っています。ほい、中身を全部出すとこんな感じ。はい、こちらが本体ですね。トランスミッターとレシーバー。日本語付きのマニュアル。で、こちらがイヤホン。ちょっと出してみますが、これね、ちょっとね、安く見えますけどね、結構いい音なんですよね。いい感じだったので、実はオンラインギターレッスン用に愛用してます。で、こちらがイヤーピースですね。大中小入ってます。そしてこちらがアダプターとかプラグ類ですね。まあ、これで使いやすく延長したり、後で説明しますが、これを使ってですね、ギター用ワイヤレスとしても使えます。あとはこれ二股の USB-C の充電ケーブルですね。まあこういうのって買ってから使ってみると、あのアダプターがない、ケーブルがないと Amazon 並みになってしまうんですけれども、ほぼ全部揃ってます。このあたり親切でいいですよね。ということでこちらは自分の演奏をワイヤレスでモニタリングできるデバイスっていうことなんですけれども、こういったもの今までにもありました。ただ本機の特徴はステレオである。音がいい。安い。圧倒的に安い。もうとにかく安いです。これ1万円台で買えます。なんとさらにお得になるクーポンは概要欄に記載しておきます。通常、ステレオのワイヤレスイヤーモニって10万円くらいすると思うんですが、この価格すごいですよね。モノラルだと2、3万であったりもしたんですけれども、これはステレオでアンサンブル中でも各楽器の音がしっかり聞けます。で、安かろう悪かろうと心配なのが音質ですが、これなかなかどうしてクリアです。試しに MacBook から音源を流して、有線でオーディオインターフェースに接続録音したものと、このワイヤレスで接続録音したものを比較してみましょう。どうぞ。いかがだったでしょうか。そこまでの遜色なかったと思います。次にですね、気になるのはレイテンシーですよね。演奏時の音の遅れのことです。これもチェックしましょう。ケンパーから有線接続とこちらのワイヤレス接続、それらを同時に録音して波形などで検証してみましょう。はい、こんな感じで録音してみました。では波形を見てみますと、はい、ちょっとね、やっぱりね、遅れがあるようですね。まあこれを動画で表現するとこんな感じになります。は
い多少ありますよね。このあたりは価格なりな感じがしますが、全然気にならないよっていう方もいるかなというレベルです。バッキバキにカッティングで縦で合わせてるんじゃわしらっていう方にはこちらおすすめしないんですけども、まあ、それなりに聞こえれば OK、まあ、歌のピッチが取りやすくなればいいみたいな方にはですね、この価格でこの機能は絶対にありだと思います。ちなみにちらっと触れましたアダプターによるギターワイヤレス接続は、まあ使えるかなという感じのおまけ機能だと思ってください。結構音がこもるんで、そのあたり気にしないよって方、まあそれよりケーブルの煩わしいのが嫌なんだっていう方のみおすすめします。はい、いかがだったでしょうか。驚異的な低価格ワイヤレスキーマファン、気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで今回もご参考になりましたでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、シェア、全部まとめてよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではね、またね、バイバーイ。